こと清野と歌仲間。あなた今すぐ会いたいよ。皆様こんにちは、ことキヨノでございます。もう本当に今年も残りどんどん少なくなってしまいますけれども、寒くなりましたね。大丈夫ですか？風邪などひいてませんか？今週もことキヨノと歌仲間の時間がやってまいりました。それでは早速アシスタントご紹介します。今週はまたね、素敵なアシスタントに来ていただきました。今週はりっちゃんです。よろしくお願いいたします。今年38を迎えてしまいました阿部律子です。ことさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして毎週素敵なゲストをお呼びしているんですけれども、再度お越しいただきました、とってもチャーミングなこの方です。高木千恵美です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。また今日はりまして、ありがとうございます。華やかで、あ、そうですか、うん、ここら辺が華やかでございます。出たね。そしてまたね、指先がすごく素敵ですね。そういう指先をしているっていう方は、はい、お仕事、あのお仕事というか、 お家の中のお仕事はしないっていう方。いや、結構私あの料理もしますし、洗濯も自分でしますし、まあ、実家なんですけれども、うん、あのただ髪を洗う時とですね、うん、女性はあのビューラーをしますよね、うん、あのビューラーにこの親指を入れる時が難しいね。私もね、はい、そういうのしたいのよ、だけど、ね、どうしても引っかかっちゃって。そうですよ ね、うん、ね、結構ね、あの数字とかね、はい、お掃除とか、はい、お洗濯が好きなので、はい、どうしてもそういうんだとね、はい、石だと邪魔になっちゃうのよ。りっちゃんは、うんね、私はあの塗ってるだけです。あ、そう。うん、でもあの律子さんとは、うん、ハワイでご一緒させていただいたりと、なんかすごくあのキャラクターの、うん、なんかお衣装というかお洋服を着ていらっしゃって、あのね、はい、キティ、ベティ、はい、それからケンドン、ケンゾーンが好き、はい、そんなイメージがすごく、あ、言っちゃいけなかったかしら、メーカーは。ごめんなさい。じゃあ大丈夫よ、まあ、NHK じゃないから。まあ、いろいろ可愛い系が好きなので、プーさんも好きだったりって、もう本当、まあね、りっちゃんはね、はい、私にはとても着れないようなお洋服をね、着てらっしゃるから、ね、そんなことないですよ。今日でも、今日じゃなくて、ね、今日も、琴さんすごい素敵、いやいや、ね、鮮やかな、まあ、単なる T シャツですから、あ、本当そうですよ。あ、本当だ、T シャツだ、ね、でもおしゃれですよね。まあ、そんなわけで今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。りっちゃんもね、よろしくお願いします。お願いします。それでね、このゲストに来ていただく方に毎週、はい、ペットの話を伺うんですけども、はい、この前も伺ったかもしれませんけど、はい、もうとにかく私がペットが好きで、
ゲストの方もね、どんなペットを可愛がってるのかなって思いましたね。そうなんですね、はい、私はですね、以前、まあ、猫も犬も飼ってたんですけども、うん、今はいなくて、うん、父が金魚を飼っておりましてですね、私が世話をするというよりも父の金魚の世話をしてる姿を見て楽しんでるという感じなんですけれども、うん、でも、はい、近所に住む、まあ、お子さんがね、家の前を通るときに、うん、あ、なんかお魚がいるなんてね、うん、外で、はい、外にもう見えるように、もう家の周り中水槽、もう20個ぐらい水槽なんですけど、水槽を外に出してるの、はい、あら、なので、うん、まあでもね、そういうお子さんってなかなかそういう金魚だったり魚だったりね、見る環境って少ない、身近にね、今ね、かと思うんですけど、まあ逆になんか、あ、父親はそれで逆に楽しんでるのかななんて思うんですけど、猫ちゃんがこう、はい、来ませんか、ね、たまに魚がこう飛び出てる時とかありますけど、やっぱりそうかもしれませんね。なんで上にこう網を張ったりとかね、そうですよね、そうしないとね。でね、はい、猫が好きなのかと思ったら、うんうん、はい、そうじゃないのね、猫車、あ、猫車、はい、猫車って、皆さん猫車一輪車とも言うんですけど、うん、工事現場 で、あれ猫車って言うんだ、はい、猫車、まあ、一輪車って言うんですけど、あれをよくこう使って、あれ猫車、はい、横車っていうの知ってるんですけど横車猫車あ、そう、はい、まあ、でも一輪車っていうバランスが ね、難しいんですけど、でも女の千恵美ちゃんがやってたの、はい、まあ、実家が土木業をやっておりまして、うん、でその仕事を私も兄たちと一緒に手伝ってたことがあったんですよ。なので将来は4トントラックの運転手になるか、ユンボを乗りながらこう仕事をしようかなって思ってた時期もあったんですけれども、それが今なんとなくこういう流れで今ここにおりますけれどもね今扱えるかしらね、あ、どうでしょうね、結構難しいんですよ ね、 あ れ、 もね、あれで何、はい、結局何を運んでたの、生コンって言いまして、コンクリートですね、コンクリートとか、まあ、砂利とか石とか、石とか泥とかこう運ぶわけですよね。失敗したことはなかったですか？もう散々もこぼして隠すこって、四角いスコップのことを隠すこって言うんですけど、丸いスコップをチェーンスコって言うんですけど、この隠すこでこうすくいながらね、こう何度も何度もね、こうでもね楽しいんですよ。でこのスコップの最後ね、泥を最後クッといかにすくえるかっていうのがね、我々のね、業界の仲間うちのこのなんていうんですかね、楽しみというか、うん、そういうね、ちょっとしたことなんですけども、でも楽しみながら一緒にやっておりました。はい。ね、あ、猫車ね、はい、初めて知りました。りっちゃんは猫かよね。10代の時は犬派だったんですけど、はい、今はもうどっぷり猫派、うちに2匹いて、もうご飯をあげる威力ってすごいなと思いました。私は犬扱いするから、うん、もうちの歴代の猫は、うん、私が帰ってくるとパーッと逃げちゃうんだけれども、うん、もうご飯を今、うん、私が一手に引き受けてやってるので、もうまつわりついて、もうここに寝てるし、ここに寝てる、やっぱりね、動物ってね、はっきりしてます。誰がご飯を食べさせてくれるか、うん、あ、そうですね、それがね一番なんですよね。本当です、リコちゃんですね、リコちゃんね、でもそれでも可愛い、うんね、どんな理由でも可愛い。まあね、いろいろお仕事にあちこち行くと思うんですけども、はい、何か心に残った、はい、人と人との触れ合いとか、あったかいお話とか、はい、こんな辛いことがあったとか、はい、そんな思い出ありますか？やっぱり辛いこともたくさんあるんですけど、やっぱり今思うと、この私ふるさとというか、まあ、父も母も、まあ、東京だったものですから、田舎というものがなかったんですね。なので、まあ、このお仕事をさせていただいて、逆に本当にいろんなところに足を運ばせていただいて、家族みたいな方ができたりとか、本当にそういう人の温かさっていうのを感じたり、また田舎に帰るのってこういう気分なんだろうなっていう、そういう雰囲気を味わえたり、あとは先日沖縄に行ってきたんですけども、まあやっぱり沖縄も暖かいせいか、お人柄が皆さん出てらっしゃってね、すごい暖かく迎えていただいて、まるで本当に兄弟かのようにね迎えていただいたりしてね、嬉しかったですけどね。沖縄いつぐらい行きました？はい、ですね、10月の後半に。じゃあまだまだ暑いよね。はい、そうでしたが、でも海にちょっと撮影がをするために入ったんですけれども、海の水の方が、
暖かくて、うん、外に出ると寒いみたいな状況でしたね。まあ、地元の方はもう入らない時期だよなんて言ってらっしゃいましたけど、うん、でもすごいやっぱり景色も綺麗で、うん、まあね、あのやっぱりいろんなところにお邪魔させていただいて、そういう景色とか、うん、まあ、お人柄、皆さんのねお人柄とか、あとは食べたことないものをね、そう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 、いただいたりとか、ちょっと変わってますよね、はい、沖縄の食べ物って。そうですよね、うん、であとは方言ですか、うん、ね、いろいろなね、あの、うん、何喋ってるんですかみたいな世界とかね、そういう何か本当に違った雰囲気にこう触れられるっていうのがまた良かったかなっていうのはすごく思いますね。私がねびっくりしたのはね、沖縄行った時に、はい、あの豚がね豚が丸のまんま、ああ、焼くの、いやもうね、市場ですよね、市場で、はい、丸のまんまお客様を迎えてんのよ、お客さん迎えて、あれにはびっくりしたよね、顔が ね、あるんですよね、そうそう、スーパーでね、そんなの見かけましたけど、うん、あとはあのほら豚足とか、はい、足の爪ね、ああいうの売ってるんだけど、食べますああいうの、あの一口でもうちょっとっていう感じですけどね、はい、えっちゃんは好きなものってどういうの、うん、食べ物、好きなものはしゃぶしゃぶです。 あら美味しい、贅沢なものが好きね。いやそうじゃなくて、北海道にあの10代に住んでる時に、うん、あのなかったんですよね、うん、ないとなかったと思います。で肉っていうのは焼くか煮るかっていう感覚で食べてたのに、東京に出てきて、はい、あの最初にあの連れてってもらったところがしゃぶしゃぶで、で肉をお湯で洗うみたいに食べられなかったそれで、まあ、じゃあ肉食べられないんだったら、うん、あの野菜にしなさいって言って、野菜も今肉洗ったやつで食べるんですよね、もう別に洗ってるわけじゃない、ね、洗ってるように見えるんですよ、こしゃこしゃってね、2、3回でいいんだよなんて言われて、でも今は一番の大好物。そうですか、はい、あしゃぶしゃぶ、私もあの佐渡に行った時にブリしゃぶをいただいたんですよ、うん、ブリしゃぶ、 あれも初めて佐渡でいただいて、こういうものがあるんだって思いましたけど、ね、だからそう、お魚もねしゃぶしゃぶで、鯛しゃぶとかね、何でもしゃぶって食べちゃうのね、人間ってね。そしてあの、はい、今はねいろいろキャンペーンであちこちいらっしゃると思うんですけども、 はい、その新曲ってどんな歌ですか。はい、今回はですね、以前が、モナリザの涙、そしてその前が黒いカナリアと、うん、なんとなくこうしっとりとした、イメージの曲がつながったんで、続いたんですけれども、今回は全然ガラッと雰囲気を変えまして、もう皆さんがあの歌えるような王道の歌謡曲、まあ、演歌よりの歌謡曲なんですけれども、ちょっとテンポよくねお手拍子をいただきながらこう宴会ソングで歌えるような、そうなんですね、はい、今その2曲ね、琴さん、あのカラオケで歌われてたり、はい、有線でいっぱい流れてるんですの、ね、はい、おかげさまで、あの黒いカナリアという曲が、あのカラオケファンの皆様に可愛がっていただいて、まあ、いろいろな全国的にあのカラオケ大会とか発表会で、まあ、あのお好きな方にね歌っていただいたりってしてるんですけれども、なのであの高木千恵美という名前よりも今黒いカナリアというタイトルの方が先を行ってるような感じなんですけれどもね。でもね、千恵美ちゃんが歌ってるわけですからね。そう、でもね、歌手としては、はい、そういった皆さんに歌っていただけるっていうのが嬉しいですよね。そうですね、ありがたいですね、はい、じゃあその新曲の、はい、プロモーションビデオね見せていただきたいと思いますが、はい、どうぞご紹介ください、はいはい、ありがとうございます、高木千恵美、9月16日発売になりました、高木千恵美の新曲です。未練でしょうか、ご覧ください。どうぞ
溺れて泣くだけ泣いてあなたのすべてを愛してしまった。やりきれない思いをどこへ捨てたらいいの。独り言悲しくて未練しない他の男なんてあなたにはわからないの。わかるはずない。心変わりは仕方ないけど気も悪い。やりきれない思いをどこへ捨てたらいいの。独り言切なくて未練でしょうか。私の新曲、愛されても愛されても愛され足りない、お届けをいたします。どうぞ。Oh,
忘れなさい。見せていただいたけれども、はいはい、なんかコトさんね、私ね、ちえみちゃん、すごい若い時から知ってるから、うん、プロモーションビデオすごく大人っぽく、ね、あ、そうですか、うん、それでこの辺なんて日韓的で、うん、すごい素敵だった、ね、で歌の方も、はい、なんかあれですってね、はい、サビの部分が皆さんこう、はい、アクション付きで、そうなんです、こう、うん、やりきれない思いを、うん、どこへ捨てたらいいのって、こういうね、応援もえいえいおーみたいな、なんか頑張ろうテンポがあっていいですね、なんか乗りやすい感じの歌でね、皆さんに歌っていただけたらいいですね。そうですね、もう本当に今回はね、皆さんに歌っていただ、うん、一緒に歌えるっていうイメージで、うん、まあ、作っていただいたので、そうですか、はい、いつ発売でしたっけ、はい、今9月の16日です。まだね、発売になったばっかりですね、はい、まだ、これからまだまだキャンペーンがね続くと思うんですけどね。そうですね、はい、でまた暮れに年末の毎年恒例なんですが、うん、ディナーショー、まあ、懇親パーティーなんですけれどもね、うん、クリスマスの懇親ディナーパーティーを12月の20日に私の地元、うん、東京の府中の方で、開催させていただくんですが、はい、それに向けて今ちょっと準備中でございます。そうです、はい、ちなみに何曲ぐらい、ね、うん、歌うんでしょう。そうですね、曲数でいうと、まあ、12曲ぐらいですかね、歌わせていただいて、まあ、おしゃべりしたりとか、まあ、ゲストの方もいらしていただくんですが、はい、恒例ですか。そうですね、毎年今までは私たちからお願いしますと言ってたところが、うん、だんだんもう皆様方から、うん、今年はいつなの、今年はいつなのって言ってくださる方もいらっしゃって、それが一番ね、嬉しいですよね、本当ありがたいなって思います。そうですか、安倍さんは、安倍さんって言わないで、あ、りっちゃんは12月の22日に天王座エルの
あの第一ホテルシーフォートっていうところでクリスマスディナーショーがあります。あとは大体終わっちゃったんで、うん、私の場合は、はい、そうですか。はい、琴さんは、まあ、私はね、うん、また新曲が出るので1月の元旦に発売なんですよ。元旦に。そうだから今ねちょっといろいろビデオ撮りですとか写真撮りですとかいろいろ忙しくて、うん、はい、で来年になったらまたいろいろと活躍したいと思います。とにかくね今度の歌は命船という歌でね、50周年を過ぎていよいよ琴清野も命をかけて歌わないといけないなというそういう曲ができましたので皆さん応援してくださいませ。お願いいたします、はい、でもあっという間ですね30分、はい、そうですね、本当にねありがとうございました。ありがとうございました。ではここで私のプロモーションビデオ50周年記念曲なんですけども二人船をご覧いただきながら今週もお別れです。そしてまた来週お目にかかります。ごきげんよう、さようなら。ありがとうございました。
なことになるのなら、私もっともっと